4年前、京都アニメーション第一スタジオがガソリンで放火され、社員36人が死亡、32人が重軽傷を負いました。現場では午前10時半ごろから遺族や関係者らおよそ150人が出席して追悼式が行われています。八田英明社長は事前の取材に対し、事件から何年過ぎようと無念さはいささかも変わりませんとコメントしています。まあ、知り合いがちょっと亡くなったんで、丸4年経ちましたけど、まだ全然そういう整理とかっていうところでは、まだ絶対忘れちゃいけないと思うんで。殺人などの罪に問われている青葉真司被告の裁判員裁判は、9月5日から始まる予定です。